両深氏は、中国の新代の武将。阪神の地方軍である、平林軍の武将で、後に皇子帝政権の重鎮となる。京州南洋軍、平林県の人。地高三年に、両深氏は、同郷の鎮牧と共に千人余りの兵を集めて、平林軍と合し大田田氏らの新士軍に交往した。この時、劉玄も、平林軍に、 安州城として加わっている。さらに劉引きる、薄月両軍とも連合して筒を、くさして進軍したが、連合軍は、小長安、厚武の戦いで、真の全体大武剣岡続ただし両岡氏に敗北した。翌地公四年正月、大常引きる下江軍とも合流し、水の戦いで剣岡両岡氏を打ち取った。その後、連合軍においては、劉と、 平林軍出身の流言とのいずれを天使として擁立するかが、諸将の間で議論となった。この際に、南陽の次大部と、大常は、流、両深しらその他の諸将は、流言を推している。結局、流は、分裂を避けるために、流言にその地位を譲った。こうして孔子1年2月、流言は、孔子帝として即位し、両深しは、 習近郷大将軍に任命された。翌光子2年2月に、劉玄が長安へ戦とすると、両福氏は、女王に封じられている。光子3年、大忠氏、長らが、劉州の武将東武に、加藤軍で大敗し、さらに赤尾軍も、長安を目指して精神してくる。劣悪な情勢を打開するため、栄意の長は、諸将に対して、何ように引き返すべきだ。 敗北しても、再び承諾地で盗賊に戻ればいいと主張し、両不可使をはじめとして、多くの章の同意を得た。こうして、両不可使は、王ただし、蝶、コイン、猿と剣と共に、一旦内容へ逃れることを、公指定に進言したが、う指定は拒否した。これに不満を抱いた、両不可使は、長、コイン、猿と剣、会合と共に、 孔子帝へのクーデターを図ったが、孔子帝はこれを事前に察知し、5人を呼び寄せて、中殺しようとする。しかし両深しら4人は、状況の変化を悟って何とか逃走した。両深しは、コインと共に、長の平変に参加して、孔子帝を攻撃し、孔子帝は、隕石の将長萌えが駐屯しているュ豊カへ逃げた。両深しらは、 新し豊かから逃げてきた大忠氏と共に長安を支配したが間もなく皇して長萌え李末の反撃に遭い敗走する追い詰められた両深氏らは赤尾軍に降伏してこれを長安まで導き同年9月皇子政権は滅亡した両深氏は赤尾政権でも交渉でありながら武将として交遇されている後に 交渉18万もの大軍を率いることになり、県与2年、3タスクに侵入してきた、旧皇子政権の冠中央、劉吉美の軍に攻撃を開始する。しかし、谷口の戦いで敗北し、両不氏は、竜吉美自身の手によって斬首された。ありがとうございます。